どうも、まどかでーす。今日はなんとあのレイドさんの新作ドンフィッシュローラーを手に入れることができたので、これでホバストとミドスト縛りをしていきたいと思います。で、前回の動画を見てくださった方はわかると思うんですけれども、白色が今日の当たりカラーだと分かっているので、白色のフィッシュローラー使っていきます。4インチです。ジグヘッドは 1.4g。 やるぞい。最近はスピニング使うのにもハマってますから、もうフィッシュローラーも発売されてちょうどいい機会ですね。ミドストとホバスト縛り、やるぞやるぞ。結構ね、最近やり始めた、スピニングも使い始めたの最近やし、あ、そのなんて言うんですか、前から使っとったけど、苦手やったけんずっと使ってなかったっちゃけど、もう最近はスピニングの虜になってしまって、いやー、でもほんと売ってないよね、フィッシュローラー。マジで売ってない。これ発売してすぐ買ったんかな、なんかもう速攻買って、そっからいつか店頭に並ぶやろうぐらい思っとったら全然ないけんさ、もうこれがなくなったらおしまいやん。ミドストホバストするワームは皆さんは何がおすすめですか？ちょっと教えてください。私これ終わってしまったらもう他使うものがないです。 D スタイルさんのねビローラもめっちゃいいって聞くけど、売ってねえよ、どっちも売ってない。なんか売っとるやつでおすすめのやつ教えてください。だいたいこれは店頭にあるよみたいなの。どうですか、私のあのミドストさばきは。ちゃん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 、ホバストは夕方ぐらいにやります。朝釣れた感じとか魚探見よったら、なんか水面直下とかでは出らんような気がする。今日はやけん、まあするなら夕方、ちょっとこの時間はミドストでやらせていただきます。不審者。あのね、手がさめっちゃ痛くなってきてさ、二の腕やけん、ちょっとだけなんか休憩する気分でもないので、ちょっとだけフットボール投げます。打ち物、まあ30分もフットボールしよったら右手もまた回復するでしょう。来た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 、消えた。フッキングちゃんとできたかな、これバレるかも。いやー、これちょっとフッキングがちょっと怪しかったな今。アイキャッチー、ミニマムちゃん。ミニマムちゃんてか、ちゃんとかかっとる。ちゃんとかかっとった。今、普通に、今いつ釣れたか全然わからなかった。うっそ、マジで、今普通に回収しよったってけど、いつ食ったかわからん。うわ、できとるんや。フッキングできとるんや、ちゃんと。完全にラッキーフィッシュ、イエーイ。あれ、結構でかくないこれ。2本目。なんか、10頭いないずつでくれんやけど。あざー。待って、違うね、あのミドストの回やから今日ね。なんでフットボールで2本も出しとんねんって話よ。だけんさ、そうボトム寄りんだなとは思っとって、ちゃんと。ほら、また来たよ。今度はね巻きできた、今度は回収の巻きできた。
連発しとるんだが、違うんやけど、なんか違う違う企画になってますけど、なんかどうする？そんなことある？まさかやったんやけど、ちょっと右手を休めるだけのつもりやったんやけど。それではいきます。タックル紹介してください。タックル紹介の動画は以前出してるんですけど、最近また新しく買ったりしていろいろ変わったので、また近々出したいと思います。それでは本編戻ります。よし、ミドストでね、出すぞ。ミドストで、ミドストじゃなくてボトストにしたらよくないだけん。やけんこの子をさ、この子をボトムまで落として、そっからちょんちょんしたらどう？ちょっとやってみるね。もうおかっぱりやないかい。もうこれおかっぱりやないかい。もうボートの意味、いやでもね、ちょ言い訳させて。このボートで、しかも今風強いやん。でね、ミドストするめっちゃ難しいんよ、本当に。めちゃめちゃ難しくて、このような方法を取らせていただいております。でもほら、さっきフットボールした時にこの辺に魚が溜まっとることはさ、もう分かっとるけん、いい判断。ちょっとお腹空いてきた。いや、なんか釣りしよったらさ、すぐお腹すかん。もうね、なんか食べても食べてもすぐお腹すくんよね。ほんとよくないね。割と深いとこストストしよるけど全然なんもないね。さっきみたいにパッコパコこんね、フットボールみたいには。なんか今日フットボールがもしかしてなんか正解のルアーみたいなとこあるんかな。なんかボトムってよりも逆にフリーレグやったら釣れてないかもしれんみたいな感じ。ちょっと分からんけん、一回おにぎり食べるわ。やっぱボトストも全然ダメやな。全然なんもない。ボトムやけんいいってわけじゃなさそうやね今日は。逆にフットボールじゃなくてフリーリグやったら釣れとったんかっていうのが気になる、逆に。もうでもそんなことしだしたらね、もう何の企画ってなるけんさ、せんけど、それはねめちゃめちゃ気になる。ワンチャンあの岬がね、私の狙っとるとこ出そうだなって思っとるとこ。ワンチャン出そうとか言いよったけど、魚探もなんもならん。魚探の反応もなし。なんてこった。もう時間もないけんここにかけようくらい思っとったのに。違うよ今のはね。違うんだ。あ、待って、今のは違うんだ。うん、あの巻きで来たね今。巻きミドストとかじゃなかった、巻きで来た。巻きで来ちったよ、巻きで。ちょっとおちびちゃんかな。船が持っていかれよ、船が。おお、やばい。
難しいね、やっぱりスピニングの勝負は。でもほらね、ここおったやろ、ちょっとミドストじゃなかったけどさ、回収のあれやった、そう回収の時に食ってきた普通に、やけん巻きいいやねマジ？もうじゃあもう一匹ぐらいいけるかも、もう一匹ぐらい。お、切った、今度こそミドスト、やった。え、なんか違くね、え、え、本当にバス？本当にバスか？あ、やばい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 、え、これ巻かれてない？いや、これ巻かれてない？これ巻か…いや、来た来た…あ、バスやん、バスやん、バスやんけ。あー、あ、待って待って待って、え、あ、待って、あ、待って、あ、待って、おいで、おいで、こっち、あ、こっち、こっち、あ、やったミドストやったやった寝がかりかと思った、めっちゃありがとうございます。え、でかいよ、結構結構でかい、え、結構でかいです、結構だいぶ勝負しました。え、まあまあいいよ、まあまあいい、まあまあいいね。いや、マジで目がかりかと思った、イエーイ、念願のミドストフィッシュ。はい、じゃあさっきのバスちゃんと、まあ、勝負していたらちょうどいい具合の時間になったので、まあ、切りもよく終わりたいと思います。いや、最後の最後で釣れましたね。ちょっと諦めかけそうになったんですけど、まあ良かったです。最初ミドストから始めて全然反応ないなと思って、でちょっと右手が痛くなってきたので、箸休めにフットボールを使ったら10分ぐらいで3匹釣れて、結構ボトムの反応はいいかなみたいな感じで、その後この子をミドストならぬボトスト、ボトムにまず落として、そこからチュイ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 ってやってたら最後のあの子来ました。いやー、やっぱりスピニングの勝負はめちゃくちゃ楽しいですね。ちょっと途中寝がかり、ほんと寝がかりと勝負しとるんかなみたいな思いましたけど、ちゃんとバスでした。最近結構ハマってる釣りでもあるので、またミドストホバスト縛りやりたいと思います。ホバストでなんかこう食うとこ取れたら一番いいですね。ということで、今日の動画も見てくださってありがとうございました。また次回も見てください。バイバイ。